南海キャンディーズの山ちゃんとお送りしておりますが、今日はこの時間帯にゲストの方にお越しいただいております。玉結びお久しぶりということになります。こちらのお二人です。こんにちは。いいじゃないの。ダメよダメだよ、流すな流すなよ、どんなテンションですか。そうよ、すいません、もうちょっと飽きちゃって。やり尽くした、もう2年経ったから。そうですよね、もう流行語大賞でしたからね。でもうちょっとちゃんと気持ち込めてもう一回言わせてもらっていいですか。わかりました、はい、どうも日本エレキテル連合のいいじゃないの中野と、ダメよダメダメ橋本です。わー、お願いします。ご無沙汰して。やっぱり本物を聞くと、あー、そうだそうだ、赤井さんが言ってないかっていうのと、そうですね、あとなんかすごいのがやっぱこの一個の伝統芸みたいにさ、ちょっと円熟みが増してる。そうですね、この二人の存在の別シチュエーションが見てみたくなってくるんですけどね。そうね、熱いじゃないよ。いいですね、はい、ありがとうございます。今日はね、お二人はもうステージメイクではなくナチュラルメイクで、はい、いや、ちょっとそれも新鮮ですね。いや、もう本当に中野さんのさ、このなんて言ったら、その発酵の感じ、サチウスとか。いや、何だったんだろうさ、本当昔からサチウスイって言われるんですよ。なんで毛先かな、毛先が悲しい毛先です。ちょっと万引きしてそうな。いやいや、そんなことないですよ。俺がチーメンだったらやるよーって、やるよーってずっと言って目つけられちゃう。今日は違う、でも中野さん今日さ、うん、これ今2時半の出番じゃない、はい、もうね、12時には下いたんだよ。あのカフェでパンケーキ食べて、ちょっとテレビ局久しぶりだし見てたの、芸能人ないかなって。その前に来てくださったので、あの今日のトークで喉開いてるように、うん、カラオケで喉開いてきますって。カラオケ行って1時間、え、歌って、待ち時間ないな。そうなんです、声が、ね、声が小さいんで、私喉開かさなきゃと思って。でも全然成果出てないけど。出てない、まだちっちゃい。いやいやいや、大丈夫ですよ。そうか、だからコントでさ、2人ともさ憑依するタイプだから、はい、そうそう、フリートークの時のボリュームって多分そんな気に出てないんです。でもこのお二人のコントすごいですもんね。頭がおかしいから、頭がおかしい。こんなキャラクター出てくるみたいな、もう想像の斜め上を超えてて、本当ですか、はい、やーみたいな感じで、今 YouTube でさ、はい、すごい定期的に出しててさ、はい、あの なんでさ、はい、どうしたらあんな人が出てくる。だってあんな人さ、選択肢として出てこないで、会ったこともないし、あれが誇張してデフォルメしてるってこと、ね、意外にあるあるだと思ってて。あるある。あ、ね、やってることはあるあるなんですよね。そっか、まあそっか、目をそらしてるものをやってるからですかね。ああ、人が、そっかそっか、人がちょっと意識的に見ちゃいけないとか思ってるものを楽しいと思っちゃうから、うんうん、それを捉えて、うん、ディフォルメっていうよりむしろじゃあ明確にやってたら、うん、ああいうふうな、そうですね、どぎついキャラクター出来上がるんだ、はい、あ、さあその二人はもうね、玉結び4回目のご登場ということですが、はい、そうですね、やってます本当に、はい、山里さんにも何かどうしても言いたいこと。いや、文句があるって書いてある。いや、文句ありますよ山里さん。ないだろうよ。あります。何よ。あの、私たち山里さんにまず拾っていただいたんです。拾ったなんてことじゃないです。あの、面白いの見たよって言っただけよ。そうですよ、言ってもらえてね、はい、地下の芸人の間でもお前らは絶対テレビに出れないって言われてた私たちを拾ってくださり、ラジオで紹介してくださって、玉結びでもいっぱい言ってくださって、そうそう、で流行語大賞取れたな、もう山里さんの、はい、俺が関係、それはもう2人の実力を面白く作ったんだからね。ところがですね、どこへ、まあ、今こう不遇な感じ、みんな話そらしてますけど、まあ、こう不遇な感じと、うん、あと何よりモテない、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、それはちょっと山崎さん、モテない、呪いかな、呪いなんかあるから。いや、だってモテるじゃないですか、男芸人の人って、うん、売れるとモテるじゃないですか。モテるでしょうね、まあ、そうだよね、うん、本来は、私たち気をつけなさいって言われてたんですよ。何を、下の中と中の下だから2人はランクそうだよ、ね、ちょっと気をつけた方がいい、女の子的ルックスで言うと、はい、すごい気をつけなさいって言われてたのに、何もないし、何もないですか。え、お二人はあの当時来ていただいた時2人でお暮らしになってるって、はい、そうです。今はどうなんですか、はい、それも文句があるんですけど、はい、あの、私あのいいじゃないののジジイの方なんですけど、さ、はい、そのダメよダメダメが、はい、ある日突然、はい、あの夜逃げのように引っ越して、ちょっと待って、橋本さんってね、はい、中野さんのね、ご飯作ってあげたいとかね、うん、中野さんがネタに集中できる環境を作るのが橋本さんの仕事だったじゃない。そうです、どうなったの急に。私あの引っ越して今一人暮らしを始めまして。ちょっとそれは中野さん寂しいね。寂しい、なんか物件をやたら見て
るのは知ってたんですよ。で、まあ、2人で暮らしてることも異常だし、まあ、そろそろ金銭的にも余裕ができたから引っ越した方がいいのかなみたいな話はしてたんですけど、私が出かけてる3時間の間に冷蔵庫と何掃除機、炊飯器、レンジ電子レンジがなくなって、あと橋本さんの荷物も全部なくなってたんです。重要家電全部持っていってるじゃないですか。私ご飯炊けないんですよ。てちょっと夜逃げする感じ。何それ。いやもうもう一人暮らしもできるし、うん、やろうと思って、で結局でも今住んでるところは、うん、もう中野さん家から自転車で1分ぐらいのところで。じゃあ引っ越さなくてよかったじゃん。そうでしょう。いつから一人暮らしですか、それぞれ。4月ぐらい。新入って。はい。そうか。どうで、そうなるとさ、うん、俺たちね、そのお笑いファンはみんな心配するのが、うん、じゃあ中野さんがね、お笑いのネタ考えるのに集中できる環境じゃなくなっちゃったんじゃないの？夏はほとんど動けないって。動かないです。床ずれできたことあります。いいね。ネタも考えてねえじゃん、そしたら。本当だよ。ね、布団の中で。そうね、どうなの、できた、まあ、でもできてるから、できてるからこその興味もあるしね。そうか、でもだから許せないですね。でもその距離だから今めちゃめちゃめんどくさいんですよ、もう、うん、だから一人暮らしも始めて、うん、同じ家だったらすぐなんか電話かかってきて、うん、リモコン取ってって言われたら取りに行けるけど、うん、ちょっと離れてるからリモコン取ってって言われたらチャリで一手間かかる。めんどくさい。それも関係性が変わってないんですか。うん、リモコンは自分で取ろうかな。リモコンをそうですね、分かってるんですけど、うん、リモコンを取ってくれる人います。いや、リモコンを頼むっていう人がいないの、まず取ってくれる。そこなのよ、うん、中野さんがレア。そうなんですね、うん、まあ、こいつ頭おかしいと思ったんで、リモコン取りに行ったって思っておかしいの。そこ遊んでたのね、うん、じゃあ激レア。大人として衝撃。私の方が変わってこっちが衝撃です。そうよ、まあでもね、俺の文句って言ってもさ、でも待って、モテるモテないって話で言うとよ、うん、いや女芸人さんって売れたからめちゃくちゃモテるって、うん、だって誰か先輩でいる？うん、女芸人さんで、でも結婚されてる方もいらっしゃるし、友近さんも、うん、まあお綺麗な方だから、そうね、青木さやかさんも結婚されたし、森三中さんだってそうだし、うん、そっかそっか。確かにそっか。しかも旦那さんめちゃくちゃみんないいしね、かっこよかったり才能にあふれてる人ばっかだ。いや、それはだからさ、エレキテル俺のせいじゃないじゃん。山さん、忘れ始めてじゃん、この名前を。山里さんのせいだ。ね、それはだってさ、ちゃんとアプローチしてんのかい。それだってね、いや、みんなね、その先輩たちだって動いてるんだよ、自分で。出会いに行ったりとかしてる。どういう人がタイプみたいな感じで、ちょっとこう明確なあるんですか。そうだね、今ねリスナーの男性は誰もで胸はときめいてないと思いますけど。まず山田孝之さんみたいな。贅沢言うなって。あ、でも、いや山田孝之さんね、まあまあ、山田孝之さんってめちゃくちゃお笑い好きだからね。そうなんですよ。だからいや、そうなんです。単独とかさ見に来てくださいって人気を言えばいいんだよ。いや、そう、この間あれしましたよ、高速手の動きやしてなんか持ってる、何高速道路で瞑想したんですよ。そんな奇跡ある？で私たちたまたま、うん、あけみちゃんと細貝さんの格好をしてたんで、うん、嬉しくなっちゃって、おおいっぱいバババババってやったら、すごくできるタクシーのドライバーさんで、山田さん気づいてなかったんですけど、うんうん、そのドライバーさんが私たちをうまく巻いて逃げました。逃げられない。いや、それだ、それだ、ね、ドライバーさんは狂気だったよ。真っ白いのとさ、顔にペンで落書きしなくてジジイがどんどんやった、それ怖いよ。でも本当だよ、案外ね、そのお笑い好きな人多いから、その山田孝之さんとか繋がる可能性ってあるよ。だから、アホの無理して招待状出したんだって、事務所に。もうします、もうアホの振りして、アホの振りして、そう、すげえ汚い字で山田さん、いや、そこじゃないみたいな。アホの振りってそこじゃなくて、なんて言うんだろう、本当のアホから来たみたいな。違うな、ちょっとわかんない、もう説明して。だからそう、普通だったらね、面識もないところに送るなんて常識として、ね、ないけども、そういう常識とかもわかんない振りをして、うん、ちゃんと送るってこと。自体をアホな感じ。ごめんね、うん、いや、悪い感が悪い。むしろ留学生だったっけ。違うね、ずっとね、ごめんなさい。そのあたりのね、単独ライブについてもね、うん、ちょっと一旦コマーシャルを挟んでまた伺います。行きましょう。